いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの、海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたとか。タイマ氏が管理する監獄島だな。分かった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきました。お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるそうで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り。最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ、アイフリードはそこにはいない。なぜそれを。私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊バン・アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらはオートにあるのかな。うん、オートのローグレス離宮に。行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。全員を調べるものじゃない、自然にかわすぞ。顔固いぞ。わかってるわよ。そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした。清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師。いかにも、ご覧の通りくせ者ぞろいの我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。過去にはその通り。いやはや、我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠、仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。ポポ。あ。かように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギルー。あんな子供騙しは今回限りポッポー。
怖い怖いポッポ。あとすごかった、その子供騙しで入れた。オートも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、オートの戦力を知っておるか。オートに配備されたタイマシさ、タイマシは1000人以上、守備兵士は2個師団。さすがはオートだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィ、ベルベット完成じゃな。しつけが行き届いておるわ。王国民よ、ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き当ててゆかんとする地に奇跡の剣を持ち立つ者があった。登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰やろう、アルトリウス・コールブランドである。異業は誰もが知っている。彼はゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。でも殺した。ご聖主の一中たるサロミシを降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部、アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに祭月を払い、民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに、私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと。意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら、揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志。これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。すべての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。
同士アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのに。あいつを殺すためにアルトリウス様を殺す。手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあな、皆の対岸成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。奴の後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう。奴らの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたい。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものはある？とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。ベルベット、麻婆カレー美味しいよ。仲がいいのね、ご兄弟。いえ。そうよね、あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを？闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか？ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの？ご用は何かしら？アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと根が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。これを持って行って。偽造だけどまず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそう名乗っていたでしょ。そっちの力はよくわかった。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。わかったわ、アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等対魔師メルキオルも絡んでいるようだ。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか？お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ？ん？だから恩返しだよ。刀の在りかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと？笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。
何にせよ、俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃ、はぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか、さもなきゃ俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。いや、俺も同じだ。聖霊の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカは滅多にいない。そうか、お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。同志アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか、裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。倉庫の赤箱を破壊せよか。穏やかじゃないな。いつもが穏やかだとでも。うん、それもそうだ。これは請負仕事だ。無駄に消耗することはない。バンエルティアにつなぎをつけて警備を引きつけさせておこう。お願い。何を壊すのかな。さてね、何でも同じことよ。依頼達成、撤収よ。嵐のせいで手間取った。一刻も早くアルトリウス様に報告しなくては。あなたはと、涙目の一等大魔士エレノア・ヒュームです。精霊なしでまだやる気。まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして壊せるのですか。人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕が守るでくよ。かかってこいでく。そうでふうか。見つけてぞ。このバッドなお声は。裏切り者ビエンフ、珍妙にお縄につけ。出たー。こら、戦いなさい。おい、煙が上がってないか。本当だ、火事だぞ。火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。放せ魔女ざらい。大魔様、これは一体。ああ、ひどいお怪我を。私よりも
人を集めて倉庫の召喚をお願いします。はい。この倉庫には何があったか分かりますか？確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。ダーナ街道で王国医療団を襲撃しようとしている者たちがいる。王国医療団はあちこちで診察や治療をする動く病院。民間の寄付で活動している慈善団体のはずだ。狙われる理由がわからん。いるんでしょう、慈善とかが大嫌いなひねくれ者が。だとして闇組織が守る理由は？知らないけど、襲撃者の方に原因があるのかもね。邪魔をするな。それは俺たちが食らえ。襲撃者はゴーマか。そりゃ計画が分かっても止められないよな。医療団は逃げ去ったようだ。奴らが欲しがっていたのはこの薬か。教会の風刺薬。それ奴らのか？うん、三人みんなつけてた。何なのかな。ただのゴーマよ。慈善団体を襲うようなね。お帰りなさい。大変だったでしょう。麻婆カレーはいかが？それとも特製ピーチパイの方が？約束よ、本題を。同志アルトリウスの居場所はダーナ街道の北にある聖霊の新神殿、聖主の御座。しばらくここにこもる予定よ。引っ越しでもしてるのか？ある意味そうね。聖主カノヌシの先座儀式を行っているとか。聖主カノヌシ、聖霊が掲げる新しい神様ね。厳粛な儀式だから付き添うのはメルキオルたち数人の高位大魔師だけらしいわ。好都合だ。あいつもいるかもな。十分よ、それなら襲う隙が必ずある。ただし御座の手前には厳重な検問が敷かれているわ。なんとか破ってみせる。無理ね。人はごまかせても御座の周囲に張り巡らされた結界は欺けない。部外者の侵入を拒む術の壁が作られているのよ。けど奴らが通るための鍵があるはずよね。ええ、今仲間が鍵について調べているわ。ただしそれは別会計。そうなるわね。お代はこれ。これは最高に穏やかじゃないぞ。わかったわ。聞かなくていいの？大司祭を殺す理由を。大方大司祭がネクターの元締めなんでしょ。教会のお墨付きで常習性のある薬をばらまいて製造を独占。大儲けの陰で素人どころかあなたたちの仲間にも被害が出てるってとこか。三つの課題の関連に気づいたのね。それが本当の試験じゃなかった？合格。いくら凄腕でも剣を振り回すだけの人は信用できないもの。
勘違いしないで。私はアルトリウスにたどり着くためなら何だってする。サヤなんてとっくに捨てたのよ。そう、あなたは剣そのものなのね。改めて名乗りましょう。私はタバサ・バスカビル、闇ギルド警視庁の長よ。ベルベットよ、大司祭の情報を教えて。大司祭は毎晩ローグレス王城の離宮で最悪払いの祈りを捧げているそうよ。しきたり通りなら礼拝は単身で行うはず。狙うならこの時でしょう。離宮に入る手段は？この記書を持っておゆきなさい。警視庁の仲間が手を貸してくれるわ。わかった、鍵の情報は頼んだわよ。ベルベットどうかした？なんでもないわ。でもなんか、なんでもない。城に忍び込んで襲うなら徹夜仕事になりそうだな。今のうちに準備を整えて酒場で一休みさせてもらおう。そうね。アイフリード船長が一時監獄島に捕らわれていたのは事実だったわ。特等大魔師メルキオルに連れ出されたことも。でもその後の消息がつかめない。いずれにせよ、清涼があいつを捕らえているのは間違いないな。目的は何なのかしら。海賊討伐のためなら見せしめで処刑するか、あなたたちを誘い出そうとするはずよね。今のところどちらの動きもない。もしかしてアイフリードが異大陸から持ち帰ったという異物が狙いなんじゃないの？異大陸の異物、あの妙な道具の噂が出回っているのか。可能性はあるな。あいつはある異物を妙に気に入って大切にしていた。どんなものなの？海賊団の機密だ。今はこれ以上言えん。だがもし目的がそれなら、離宮に囚われている可能性は少ないだろうな。あそこには拷問の設備がないだろう。その通りね。一部でも機密を明かしてくれたこと感謝するわ。その線も含めて引き続き情報収集を頼む。